ランディカ・バジェロはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。カリフォルニア州コーチェラ出身。ニカラグア系アメリカ人。元 IBF 世界バンタム級王者。8歳でアマチュアデビューした。2006年トルコイスタンブールで行われたカデット世界選手権大会にライトフライ級で出場し、準決勝で敗退した。2008年全米選手権に フライ級で出場し、優勝した。2009年、ナショナルゴールデングローブに、バンタム級で出場し、準々決勝で、ヘッスマグラレノに敗退した。北京オリンピック出場は、年齢制限から断念。ロンドンオリンピックを目指したが試合中に拳を負傷し、1年の休養の後プロに転校することを決めた。アマチュア時代の戦績は177戦167勝10敗。 2010年3月25日、カリフォルニア州ロサンゼルス軍コマースで、ゴンサロ・ニコラスとデビュー戦を行い、初回49秒小勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2011年4月1日、インディオにあるファンタジースプリングスリゾートカジノで、フェリックス・ペレスと対戦し2回2分42秒、TKO 勝ち。2011年7月1日、 ファンタジー・スプリングス・カジノで WBC ・インターコンチネンタル・スーパー・バンタム級ユース・王座決定戦をアレクシズ・サンティアゴと行い8回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。2011年12月2日、アルツロ・サンティアゴと対戦し3回と6回にホールディングで相手が減点されたことで有利に試合展開し8回3から0の判定勝ち。で 初防衛に成功した。2012年3月16日、ナボ北米バンタム級王座決定戦を、ホセルイス・アライザと行い10回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。2012年8月24日、マヌエル・ローマンと対戦し2回にダウンを奪うなど、有利に試合を運び10回3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。二千十三年七月二十日、 ミゲル・ロブレスと対戦し7回ボディフックでダウンを奪いそのままカウントアウトで試合終了。7回2分9秒小勝ちで2度目の防衛に成功した。2014年4月4日、日本のリングに初登場。神戸市の神戸三望ホールで元日本バンタム級王者、大場公平と IBF 世界バンタム級挑戦者決定戦で対戦。8回 TKO 勝利を収め。 ポール・バトラーへの指名挑戦権を獲得した。2014年7月22日、ポール・バトラーの王座返上に伴う IBF 世界バンタム級王座決定戦の入札が IBF 本部で行われ、IBF 世界バンタム級1位のランディカ・バジェロを要するゴールデンボーイ・プロモーションズは12万7千ドルを提示したが、元 IBF 世界バンタム級王者で、 IBF 世界バンタム級3位のスチュアートホールを、要するデニス・ホブソン・プロモーションズが26万1750ドルを提示したため、ホール陣営に工業権の落札を許した。ファイトマネーは50%ずつ配分され、両者の報酬は13万875ドルになるとのこと。2014年10月25日、モナコ・モンテカルロのサルデ・エトワールで、 ポール・バトラーの王座返上に伴い空位になった世界バンタム級王座決定戦を IBF 世界バンタム級3位のスチュアート・ホールと IBF を行い12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した2015年2月27日インディオでアルベルト・ゲバラと初防衛戦を行う予定だったがカバジェロが足首を負傷して延期となった かかとにできた、両性腫瘍の摘出手術を受けた。2015年11月21日、ラスベガスのマンダレーベイイベントセンターで、暫定王者のリー・ハスキンスと、王座統一戦を行い王座統一による、初防衛を目指していたが、前日計量で、カバジェロが、バンタム級リミットを5.5ポンドを体重超過し、再計量も拒否したため王座剥奪され、試合が中止になった。 2016年2月5日、1年4ヶ月ぶりの復帰戦。ファンタジースプリングスカジノで、ルーベン・ガルシアとフェザー級10回戦を行い、ガルシア陣営の7回終了時期券により復帰戦を白星で制した。2017年9月16日、ラスベガスの T モバイルアリーナにてゲンナジー、ゴロフキン VS、サウル・アルバレスの前座で、ディエゴ・デラ・ホーヤと対戦し、 プロ初黒星となる10回判定負けを喫した。ありがとうございます。